進、日本シリーズ最終戦で秘密兵器 DH 原口を投入。日本シリーズ第7戦のスタメンがこちら。原口来た、宮城打てるんか。原口って左打てないのに、岡田はやっぱり岡田だった。原口相変わらず出たみてなってくさ。原口今シーズンの対左打率1割4分7厘。終わったわ。原口は左苦手なのにな。マーモン応援するしかない。原口は左投手苦手って出たみてないのかな。今年谷の偏りじゃないぞこの出たわ。原口はよくわからんが、鍋流よりはマシだわ。何か考えがあるのかもしれんが、もしここで活躍したらメッサイハイではあるな。ラッキーボーイ枠になるか。テル7番まで落ちたか。テル下げるのか。佐藤7番手おい。佐藤の評価どんどん下がってて草。佐藤は先週宮城から1本打ってんのに。テルはなんで下げた。木浪とくっつけるため。ただの左右両や。先週宮城から打ったの中田2本、大山佐藤1本ずつ、左の方が打ってるわ。岡田の中で佐藤、左が打てない認識ってもしかして改められてない。原口、対左、1割4分7厘。小野寺、対左、3割3分3厘。このスタメンで負けたら悔いが残るわ。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。